見つけましたわよ、ドラゴン族のお嬢ちゃん。こんにちは、クレジッタさん。はい、こんにちは。お話は聞いておりますわ。記念日に向けてのプレゼントにお悩みだとか。はい。この情報、どこから伝わっているのかしら。いけません、細かいことを気にしてはいけませんわ。そのプレゼントの件なのですが、私が忙しい政務の合間を縫って全面的に協力して差し上げます。感謝するとよろしくてよ。遠慮します。即断即決で断りましたわね、あなた。なぜですの。私はただ記念日にふさわしい贈り物としてユースティアナ陛下の黄金像を建てようと。ちょっと国費を使いますけど、皆さん大喜びでしてよ。像が建って喜ぶメンバーは美食殿にはいないと思いますし。そもそもそんな勝手が許されるわけないでしょう。ナイトメア。おはははは、ごきげんようでございましてよ。まつりちゃん、ともちゃん、彼女を王宮内にお連れしてくれるかな。了解っす。ほらほら、おとなしくするっすよ。な、ちょっと暴れないで。いい大人が何やってるんですか。もう仕事が溜まってるんですから。お話しなさい、お話しなさいったら。私はユースティアナ陛下から直々に内政を任せられているのですわよ。だったら国費を私的に使おうとしないでくださいよ。なあ、もうまつりちゃん、そっちの足持ってくれるかな。はいっす、クレジッタおばさん。お話は後で聞いてあげるっすからね。パキッ、私は諦めませんわよ。必ずや陛下への忠誠の証を残してみせますわ。すまないね、迷惑をかけて。いいえ、ジュンさんも大変ですね。